この感じ、近くに何かあるな。何か？いわゆるパワースポットってやつだ。
し。これでよし。頼むぜ、お地蔵さん。マレビトの気配にするな。予定と違うじゃないか。霊視して神社の様子を伺え。敵の居場所や霧の発生源も特定できるはずだ。おいおい、ただで働く。猫に報酬ねだるの？なんかいいもんあるか。終わったか。さっさと行くぞ。ばあさん、あんた自爆霊だな。そうじゃ、あの子のことが心残りでここに留まっておる。あの子は見た者に富や幸運をもたらす精霊なんじゃ。ここの名主は以前から譲ってくれとしつこくて、もうあのじいさんが連れ去ったに決まっとる。どうかあの子を連れ戻してもらえんかの。いいぜ、幸運ってのは眉唾だけどな。そういうのやめなよ。じゃあこれを持って行ってくだされ。塩せんべい。塩せんべいはあの子の大好物なんじゃ。床の間の青い器にお供えすれば必ず姿を現すはずじゃから。お家に帰りたいよ。どこにいるんだろう。この家のどこかのはずだ。探すんだ。開かねえな。鍵を探すか。金欲しさの誘拐か。座敷わらし、ひどい目に遭ってなければいいけど。ずっと泣いてる。子供を泣かせる奴にろくなのはいねえよ。
すっとだ。座敷わらしは誰にも渡さん。盗っ人武田家シートはこのことだな。座敷わらしは返してもらうよ。やっと手に入れたんだ、座敷わらし。クソ野郎が死んでまで金に執着しやがって。こんな奴は印で払っちまうぞ。欲深いのもほどほどにしてほしいね。さてと、あとは塩せんべいだな。もう自由だからね。ありがとう。やっぱ幸運はなしかよ。おい、ばあさん、やってくれたな。そう怒るな。この子を泣かせんと不幸になるぞ。これじゃダラスのじいさんと変わらんわい。やれやれ、会えてよかったですね。おかげさまでありがとうございました。これで思い残すことはありません。